このところウクライナの最前線においてロシア軍の T-90 戦車がよく見られるようになり、攻撃を受けて破壊される動画や画像が SNS などで散見されるようになっているよね。このことはロシア軍がこれまでは T-72 や T-80 などを主力として、最新の量産型である T-90 を温存する傾向にあったものが、T-72 や T-80 の損失が大きくなり、モスボール保管されていた古いタイプを回収した上で最前線に送り込んでいたものが、その在庫すら枯渇したためにさらに旧式の T-62 や T-54-55 の保管在庫まで引っ張り出していたよな。それがここ数ヶ月においてはこれまで損失が多かった T-80 などの損失が減少し、最前線で破壊される T-90M が60両ほど確認されるなどして、これまでと比べて極端に増加しているというぜ。そうだね。さて今回はロシア軍の T-90 戦車の損失増加について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。冒頭の件に関して10月10日のフォーブスジャパンに、ロシア軍の T-90 の損失が急増しているのは、ロシア国内の戦車製造工場が戦時体制によって T-90 の増産に取り掛かっているためだと主張する軍事評論家の記事が掲載されているよ。その記事によると、最前線において T-90 の損失が急増している理由は、ロシアがウクライナ侵略を開始してから1年と9ヶ月目となった今になって、前線に配備されている T-90 が増えていることと関係しているとして、ロシア軍の T-90 の損失数が増えているのは配備されている T-90 の総数がここに来て増えているためだというんだ。ウクライナ侵略以降、想定していなかった数の戦車を失ったことで、慌てて古い在庫を引っ張り出して対応したが、この記事ではそれはあくまでロシアの軍需産業界が戦時体制を取り、西側諸国からの輸入に頼っていた高品質な電子機器などの制裁が強化されたことに対応して、代替品を増産できるようになる間の応急処置であるとしているな。さらに記事では、ロシアはこの2年ほど戦車の生産を増やす動きを見せていて、その取り組みが実を結びつつあり、西側諸国の制裁対象の一つであるフランス製光学機器については、国産の機器開発が進み代替品が登場しているとして、国内における戦車生産に支障がなくなったことを指摘したぜ。そして、これまでは現行の現役戦車である T-72B3M と T-90M を製造する工場がスベルドロフスク州のウラルバゴンザボード工場だけで、このウラルバゴンザボード工場ではウクライナが提供されているドイツ製のレオパルト2や、イギリス製のチャレンジャー2にアメリカ製の M1 エイブラムスなどの西側諸国製の新型戦車の総数に匹敵するとされる T-90M を、わずか6ヶ月の期間で製造することができるとされ、それに加えて現在では、シベリアにあるオムスクトランスマッシュ工場において T-80BVM の生産を開始するために生産設備の一新を進めているとしているね。このことを裏付ける報道としてアメリカのメディアである CNN が今年の4月に、ウラルバゴンザボード工場の戦車生産数が推定で月に20両前後のであると思われると報じていることを挙げたほか、ウクライナの軍事専門サイトであるディフェンスエクスプレスが、ウラルバゴンザボード工場に加えて、オムスクトランスマッシュ工場と改修されて戦車製造を開始した様々な事業所などにおける、戦車の新規製造数が全体につき90両の戦車を生産する能力を持つ可能性があると報じたことをこの記事では取り上げていて、もしディフェンスエクスプレスの数字が正確であれば、ロシアは戦闘によって毎月損失する戦車の数をほぼ補える T-90、T-80、T-72 の新型タイプの戦車を最前線に送り込むことができるとしているみたい。ロシアのウラジミール・プーチン大統領はロシア人ジャーナリストとのインタビューで、ロシアは今後3年間で1600両以上の戦車を生産し、近代化すると述べていて、これはつまり年間500両以上のペースで戦車を生産するということになるんだ。かつて旧ソビエト連邦は第二次世界大戦末期の1944年から1945年において、年間1万両以上の T-34 戦車を大量に製造したが、その頃のソ連にはそれだけの工業力があったな。しかし、今のロシアにはそれだけの工業力がないばかりか、
近年の高度なシステムによって複雑化した戦車を年間数百両ペースで製造する生産能力を持っておらず、西側諸国においてでさえ最新型の戦車を急遽増産できるほどの生産能力はないぜ。このインタビューにおけるプーチン大統領の発言中で注目したいのは増産する1600両の中に近代化も含んでいる点であり、おそらく今のロシアで生産されている戦車は新規生産ではなく、近代化を施した車両がその多くを占めているとの見方があるね。実際にロシア軍が最前線に投入している T90 戦車は初期型の既存の T90 の改修モデルである T90M で、1992年収益のこの旧型タイプの T90 をロシア軍はウクライナ侵略以前に350両保有していたんだ。ロシアは T90M を200両生産するとしているんだけど、現在最前線に送り込まれている T90 戦車はおそらくは新規生産されたものではなく、この既存の T90 に近代化改修を施してアップグレードされたものと考えられるよ。この T90M のほか、ここ数ヶ月では最前線でもよく見かけるのが T62M だが、これも1962年に運用が始まった第二世代主力戦車の T62 の近代化改修版であり、その多くが倉庫で眠っていたモスボール保管された車両で、ロシア軍では3年がかりで800両の T62 を T62MV に近代化するとしていることなどからして、プーチンがインタビューで語った今後3年で生産される1600両のうち、少なくとも1000両は現在保有している保管在庫含む戦車の近代化ということになり、フォーブスジャパンの記事にあるようにロシアの戦車生産能力が向上しているという主張は怪しいな。さらにロシア軍は1950年代に収益した T54-55 戦車をやはり保管倉庫から引っ張り出し、移送する様子が確認されていて、こちらも近代化した上で戦線に投入されるものと推測されており、これもプーチン大統領が語った新しく生産する戦車の中に入るとするならば、残りの600両もまたそのほとんどが既存戦車の近代化と思われると指摘する声が上がっているぜ。このように考えるならば、フォーベスジャパンの記事が主張しているように、ロシア軍の T90 の損失がここ最近で増加しているのが、保有していた350両の旧タイプの T90 に近代化改修を施した T90M であるならば、新たに最前線に届けられて配備数が増えというのは正しいが、そのことが直ちにロシアの軍需産業の戦車生産能力が向上したとは言い切れないってわけだ。しかもこの最近のペースでウクライナ軍に破壊され続ければ、350両あった T90 の在庫が枯渇し、最前線の T90 が減少一方になる可能性があるだろうな。フォーベスジャパンの記事では T90 の損失の急増は、ロシアの大量虐殺的な戦争にとって良いニュースだと考えるのは甘い見方だとして、だが、ロシアの戦車産業が取っている戦時体制が徐々にではあるがうまくいっているとしているが、その戦車産業がうまくいっているのが近代化改修だけである可能性は否定できず、ロシアの戦車生産能力がウクライナ侵略戦争における損失を上回るとするのはやや早計であろうとの見方が多いみたい。さらにこのフォーベスジャパンの記事を書いたライターは、ウクライナ軍で懸念されるのはウクライナ国内の主力戦車工場であるハルキウ州にあるマリシェフ工場が、未だに新型戦車を生産していないことだとして、外国から供与される戦車が頼りのウクライナが、自国の戦車を生産していないことが不安材料だとしているんだって。しかしながらウクライナ国内では今、ドイツの主力戦車レオパルト2を生産している防衛産業企業のラインメタル社が、ウクライナ国内に戦車生産工場の設立を推進していると明らかにしているなど、今後ウクライナ軍の装備は西側諸国のものに置き換えられと見られていて、旧ソ連ロシア製の戦車や装甲戦闘車両を、改めて国内で生産する必要性が薄くなっていると指摘されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。TOS-1 ブラチーノはロシア語では TOC-1 と表記され、これには重火力投射システムとの意味があるって、みんなは知っていたかな？
この TOS-1 は T-72 戦車の車体に 220mm ロケット弾30連装発射機を搭載した多連装ロケット砲システムマースの一つで、30発のサーモバリック爆薬弾頭ロケット弾をわずか15秒で発射する連射性能があるが、その射程は500メートルから 3.5 キロメートルと短いぜ。車体のサイズは全長 9.5 メートル全幅 3.6 メートル全高 2.22 メートル重量 45.3 トンで、V84MS ディーゼルエンジンによって最大速度60クムを発揮して行動距離は 550km とされ乗員は3名だな。さて今回はロシア軍がウクライナの戦線に投入した新兵器の状況について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、サーモバリック爆薬弾頭ロケット弾に使用されているサーモバリック爆薬は、燃料気化爆弾の次世代型にあたる気体爆薬で、燃料気化爆弾が酸化エチレンや酸化プロピレンなどの液体燃料を瞬間的に気化させて爆発させるのと違い、サーモバリック爆薬は固体の化合物でありそれを気化させることで粉塵爆発と、強燃焼性のガス爆発による複合的な爆発を起こす強力な爆薬で、その熱爆風衝撃波によって建物を破壊し、人間を殺傷するが、戦車などの厚い装甲を貫く貫通力はないんだ。燃料気化爆弾では不安定な液体の燃料を使用するために、一次爆薬の力で燃料を加圧沸騰させる必要がありそのための装置となり、さらに運搬や貯蔵に不向きであり実際に運用には大きな支障をきたすのに対して、サーモリック爆薬は安定している固体の状態で弾頭に搭載されているため、運搬貯蔵が容易であることに加えて爆薬の体積あたりの威力が燃料気化爆薬より大きいという利点があるよ。密度の高い固体の塊のため体積が小さく、起爆に必要な装置も燃料気化爆弾のような特殊なものがいらず信管のみで起爆するため小型の兵器に搭載することも可能で、歩兵携帯用ロケット弾や 40mm グレネード弾なども開発されているな。うんうん。このサーモバリック爆薬弾頭ロケット弾を搭載した TOS-1 は、1980年後半のアフガニスタンで実戦テストが実施された後、1990年代のチェチェン紛争のほか、イラク・アゼルバイジャン・シリアなどで実戦使用され、その絶大な威力から西側諸国のメディアなどからロシア最強車両とも呼ばれているよ。2022年2月24日にウクライナ侵略を開始した頃のロシア軍では十数両を保有しているのみとされていて、一部の戦線にのみ投入されていて、現在では毎週2両が生産されているとも伝えられていて、ウクライナの各地に配備されているのが確認されているんだけど、現時点でロシア軍の保有数とウクライナの最前線への配備数は不明だね。サーモバパリック弾薬弾頭ロケット弾30発を15秒で撃ち込む TOS-1 は、目標地域一面を火の海にするだけでなく、その燃焼によって一瞬にして周囲の酸素を奪い人間を窒息死させ、さらに衝撃波は人間の肺を押しつぶし呼吸困難にさせるんだって。塹壕などの陣地攻撃や、市街戦における戦闘において圧倒的に殺戮をもたらす兵器であり、シリアでの市街戦に使用された際には、建物の陰に隠れていた市民を大量に殺害したことで知られているな。ウクライナ軍はこの TOS-1 の存在には注意を払っていて、発見すれば即座に破壊することを優先しているとされ、今年になって6月10日にザポリージャ州においてウクライナ軍の M109A6 自走式榴弾砲によって、TOS-1 が破壊される動画が公開されたほか、10月8日にも同じくザポリージャ州において、ウクライナがアメリカから供与されている M142 高機動ロケット砲システムハイマースによって、TOS-1 を破壊したとする動画をウクライナ国防省が公表しているよ。ウクライナ国防省によれば、TOS-1 を発見するためにウクライナ保安庁 SSU の特殊部隊が偵察を実施して、その位置を特定するという協力体制を敷いていて、位置が特定された TOS-1 をその射程外からハイマースで発射可能な長射程の GPS 誘導ロケット弾 M31 によって、攻撃して破壊しているとしており、オランダの OSINT サイトであるオーリクスによればウクライナ軍はこれまでに TOS-1 を5両破壊して、3両を路獲したとしているんだ。また、
ロシア軍は TOS-1 の他にもウクライナの最前線に新兵器を投入していて、装輪式自走迫撃砲システムに S-40 フロックスが配備されていることが確認されているぜ。この S-40 フロックスは、ロシア軍が運用しているウラル4320型 6×6 装甲トラックの車体に、ロシアの軍需産業の一つロステック社が開発したフロックス 120mm に S-40 迫撃砲システムを搭載したもので、2S31 ベイナ自走式迫撃砲システムを一部流用した簡易版とも言われ、ロステック社の子会社であるウラルワゴンザボド社が2021年から生産を開始しているな。車上のフロックス 120mm に S40 自走迫撃砲システムには28発の迫撃砲弾が搭載されていて、2A80 型迫撃砲からは自動装填装置によって毎分8発から10発を連続投射可能で、迫撃砲弾だけでなく通常の榴弾砲弾なども発射可能とされているほか、北大西洋条約機構 NATO 規格の 120mm 迫撃砲弾の発射も可能で、さらには地雷も発射することができるらしい。フロックスから発射される迫撃砲弾の射程は 7200km とされているが、射程延伸タイプの粘着榴弾 HEP を用いた場合は 13km にまで射程を延伸させることができ、榴弾ヒートであれば射程は 7.1km、地雷の場合でも 7.5km の最大射程距離があるぜ。また、榴弾砲としても運用が可能で、トラックの運転キャビンの屋根には、7.62mm 機関銃、レーザー警報システム、光学妨害装置を搭載した遠隔制御兵器ステーション RCWS などが装備され、キャビンには装甲が施されていて消火器などの攻撃から乗員を保護しているな。乗員は乗車したまま砲撃を実施した後、離脱して位置を移動するのに一部もかからず、発射位置の特定が難しいとされているわけだ。製造元のロステック社では、フロックスは、榴弾砲と迫撃砲の両方の性能を兼ね合わせているだけでなく機動性と安全性をも向上していて、手動操作と自動操作を合理的にバランスよく作動させて、乗組員の負担となる作業を可能な限り軽減するとして、価格は比較的低価格であるため入手しやすく、ロシア軍だけでなく国際社会においても需要が大きいとしているよ。ロシア軍ではこの 2S40 フロックスを緊急展開部隊用の火砲として運用するのではないかと見られていたが、ウクライナ侵略戦争において榴弾砲などの野砲が多数破壊されているため、2S40 フロックスを今年から自走式迫撃砲としてロシア軍への納入が進められ10月5日に納入されたことが発表されたのであるが、この納入されたばかりの新兵器は早速ウクライナの最前線に配備されたようで、翌日6日も早くもウクライナ軍によって破壊されたとする動画が SNS に投稿されたんだ。6日に SNS に投稿されたウクライナ軍の自爆攻撃型ドローンから撮影されたと見られる映像からは、道路を走行中の車両にドローンが体当たりする瞬間までのシーンが映されていて、画像が不鮮明であるためにわかりにくいながらも、走行している車両がトラック式のものでその荷台にはフロックスのように見える砲塔が搭載されているのが確認できるね。動画はドローンの自爆とともに終了しているため、この車両がドローンから受けた損傷の程度は不明であるものの、もし自爆攻撃型ドローンが正確に荷台のフロックスに命中していたとするならば使い物にならないほどの被害を受けたことは疑いなく、迫撃砲として使い物にならないと見られているぜ。今月の初回納入バッジで何両のフロックスがロシア軍に納入されたのかは明らかにされていないが、そのうちの1両が配備されてからわずか1日で使い物にならなくなった可能性があり、ロシア軍の落胆は相当のものであろうとする声が多いらしい。ウクライナ軍はハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程 90km で、GPS 誘導によって正確に目標を攻撃できる G マースロケット弾をアメリカから供与され駆使していることから、TOS-1 やフロックス外貨に強力な火砲であったとしても、その射程外から破壊することが可能であり、ロシア軍が切り札として期待して投入したとしても最前線に出すや否や破壊される可能性が大きく、これら新兵器が戦況打開のゲームチェンジャーにはならないとの見方が広がっているみたい。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。TOS1 ブラチーノはロシア語では TOC1 と表記され、これには刺激火力投射システムとの意味があるって、みんなは知っていたかな？この TOS1 は T72 戦車の車体に 220mm ロケット弾30連装発射機を搭載した多連装ロケット砲システムマースの一つで、30発のサーモバリック爆薬弾頭ロケット弾をわずか15秒で発射する連射性能があるが、その射程は500メートルから 3.5 キロメートルと短いぜ。車体のサイズは全長 9.5 メートル全幅 3.6 メートル全高 2.22 メートル重量 45.3 トンで、V84MS ディーゼルエンジンによって最大速度60クムを発揮して行動距離は 550km とされ乗員は3名だな。さて今回はロシア軍がウクライナの戦線に投入した新兵器の状況について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、サーモバリック爆薬弾頭ロケット弾に使用されているサーモパリック爆薬は、燃料気化爆弾の次世代型に当たる気体爆薬で、燃料気化爆弾が酸化エチレンや酸化プロピレンなどの液体燃料を瞬間的に気化させて爆発させるのと違い、サーモバリック爆薬は固体の化合物でありそれを気化させることで粉塵爆発と、強燃焼性のガス爆発による複合的な爆発を起こす強力な爆薬で、その熱爆風衝撃波によって建物を破壊し、人間を殺傷するが、戦車などの厚い装甲を貫く貫通力はないんだ。燃料気化爆弾では不安定な液体の燃料を使用するために、一次爆薬の力で燃料を加圧沸騰させる必要がありそのための装置となり、さらに運搬や貯蔵に不向きであり実際に運用には大きな支障をきたすのに対して、サーモリック爆薬は安定している固体の状態で弾頭に搭載されているため、運搬貯蔵が容易であることに加えて爆薬の体積あたりの威力が燃料気化爆薬より大きいという利点があるよ。密度の高い固体の塊のため体積が小さく、起爆に必要な装置も燃料気化爆弾のような特殊なものがいらず新艦のみで起爆するため小型の兵器に搭載することも可能で、歩兵携帯用ロケット弾や 40mm グレネード弾なども開発されているな。うんうん。このサーモバリック爆薬弾頭ロケット弾を搭載した TOS-1 は、1980年後半のアフガニスタンで実戦テストが実施された後、1990年代のチェチェン紛争のほか、イラク・アゼルバイジャン・シリアなどで実戦使用され、その絶大な威力から西側諸国のメディアなどからロシア最強車両とも呼ばれているよ。2022年2月24日にウクライナ侵略を開始した頃のロシア軍では十数両を保有しているのみとされていて、一部の戦線にのみ投入されていて、現在では毎週2両が生産されているとも伝えられていて、ウクライナの各地に配備されているのが確認されているんだけど、現時点でロシア軍の保有数とウクライナの最前線への配備数は不明だね。サーモバパリック弾薬弾頭ロケット弾30発を15秒で撃ち込む TOS-1 は、目標地域一面を火の海にするだけでなく、その燃焼によって一瞬にして周囲の酸素を奪い人間を窒息死させ、さらに衝撃波は人間の肺を押しつぶし呼吸困難にさせるんだって。塹壕などの陣地攻撃や、市街戦における戦闘において圧倒的に殺戮をもたらす兵器であり、シリアでの市街戦に使用された際には、建物の陰に隠れていた市民を大量に殺害したことで知られているな。ウクライナ軍はこの TOS-1 の存在には注意を払っていて、発見すれば即座に破壊することを優先しているとされ、今年になって6月10日にザポリージャ州においてウクライナ軍の M109A6 自走式榴弾砲によって、TOS-1 が破壊される動画が公開されたほか、10月8日にも同じくザポリージャ州において、ウクライナがアメリカから供与されている M142 高機動ロケット砲システムハイマースによって、TOS-1 を破壊したとする動画をウクライナ国防省が公表しているよ。ウクライナ国防省によれば、TOS-1 を発見するためにウクライナ保安庁 SSU の特殊部隊が偵察を実施して、その位置を特定するという協力体制を敷いていて、
位置が特定された TOS-1 をその射程外からハイマースで発射可能な長射程の GPS 誘導ロケット弾 M31 によって攻撃して破壊しているとしており、オランダの OSINT サイトであるオーリクスによればウクライナ軍はこれまでに TOS-1 を5両破壊して、3両を露覚したとしているんだ。また、ロシア軍は TOS-1 の他にもウクライナの最前線に新兵器を投入していて、送輪式自走迫撃砲システムに S40 フロックスが配備されていることが確認されているぜ。この S40 フロックスは、ロシア軍が運用しているウラル4320型 6×6 装甲トラックの車体に、ロシアの軍需産業の一つロステック社が開発したフロックス 120mm に S40 迫撃砲システムを搭載したもので、2S31 ベイナ自走式迫撃砲システムを一部流用した簡易版とも言われ、ロステック社の子会社であるウラルワゴンザボド社が2021年から生産を開始しているな。車上のフロックス 120mm に S40 自走迫撃砲システムには28発の迫撃砲弾が搭載されていて、2A80 型迫撃砲からは自動装填装置によって毎分8発から10発を連続投射可能で、迫撃砲弾だけでなく通常の榴弾砲弾なども発射可能とされているほか、北大西洋条約機構NATO規格の 120mm 迫撃砲弾の発射も可能で、さらには地雷も発射することができるらしい。フロックスから発射される迫撃砲弾の射程は 7200km とされているが、射程延伸タイプの粘着榴弾 HEP を用いた場合は 13km にまで射程を延伸させることができ、榴弾ヒートであれば射程は 7.1km、地雷の場合でも 7.5km の最大射程距離があるぜ。また、榴弾砲としても運用が可能で、トラックの運転キャビンの屋根には、7.62mm 機関銃、レーザー警報システム、光学妨害装置を搭載した遠隔制御兵器ステーション RCWS などが装備され、キャビンには装甲が施されていて消火器などの攻撃から乗員を保護しているな。乗員は乗車したまま砲撃を実施した後、離脱して位置を移動するのに一部もかからず、発射位置の特定が難しいとされているわけだ。製造元のロステック社では、フロックスは、榴弾砲と迫撃砲の両方の性能を兼ね合わせているだけでなく機動性と安全性をも向上していて、手動操作と自動操作を合理的にバランスよく作動させて、乗組員の負担となる作業を可能な限り軽減するとして、価格は比較的低価格であるため入手しやすく、ロシア軍だけでなく国際社会においても需要が大きいとしているよ。ロシア軍ではこの 2S40 フロックスを緊急展開部隊用の火砲として運用するのではないかと見られていたが、ウクライナ侵略戦争において榴弾砲などの野砲が多数破壊されているため、2S40 フロックスを今年から自走式迫撃砲としてロシア軍への納入が進められ10月5日に納入されたことが発表されたのであるが、この納入されたばかりの新兵器は早速ウクライナの最前線に配備されたようで、翌日6日も早くもウクライナ軍によって破壊されたとする動画が SNS に投稿されたんだ。6日に SNS に投稿されたウクライナ軍の自爆攻撃型ドローンから撮影されたと見られる映像からは、道路を走行中の車両にドローンが体当たりする瞬間までのシーンが映されていて、画像が不鮮明であるためにわかりにくいながらも、走行している車両がトラック式のものでその荷台にはフロックスのように見える砲塔が搭載されているのが確認できるね。動画はドローンの自爆とともに終了しているため、この車両がドローンから受けた損傷の程度は不明であるものの、もし自爆攻撃型ドローンが正確に荷台のフロックスに命中していたとするならば使い物にならないほどの被害を受けたことは疑いなく、迫撃砲として使い物にならないと見られているぜ。今月の初回納入バッジで何両のフロックスがロシア軍に納入されたのかは明らかにされていないが、そのうちの1両が配備されてからわずか1日で使い物にならなくなった可能性があり、ロシア軍の落胆は相当のものであろうとする声が多いらしい。ウクライナ軍はハイマースや M270 などのマースから発射可能な射程 90km で、GPS 誘導によって正確に目標を攻撃できる G マースロケット弾をアメリカから供与され駆使していることから、
TOS-1 やフロックス外貨に強力な火砲であったとしても、その射程外から破壊することが可能であり、ロシア軍が切り札として期待して投入したとしても最前線に出すや否や破壊される可能性が大きく、これら新兵器が戦況打開のゲームチェンジャーにはならないとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年6月初旬に始まったウクライナ軍による反転攻勢作戦は4ヶ月を経過したね。これまでのところはロシア軍の反撃が頑強であると見られ、ウクライナ軍の進撃速度は当初の想定よりも遅れているとされているぜ。さて今回はウクライナがトクマク奪還を目指すのか否かについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍はいくつかの攻撃軸から反転攻勢作戦を展開しているけど、その中で特に反転攻勢作戦の指向と見られている南部ザポリージャ州の戦線では、オレホボから南にある鉄道交通の要衝トクマク奪還を目指すとされ、この攻撃軸には新型の戦車や歩兵戦闘車などが配備され訓練を重ねてきた。ウクライナ空中機動軍の第82空中強襲旅団と第46空中強襲旅団及び陸軍の第47独立機械化旅団などで編成された第9軍団が配置されているよ。この第9軍団は、西側諸国から供与されたドイツ製のマルダー歩兵戦闘車と、アメリカ製のストライカー装甲車を先頭に押し立ててロシア軍が構築した塹壕というの派と呼ばれる。対戦車防御用障害物などによる防衛ライン突破を目指したが、その後方からは射程の長いイギリス製の主力戦車チャレンジャー2やドイツ製のレオパルト2のなどの戦車によって火力支援を行う戦術を取り、30に構築された防衛ラインのうち1番目のラインを突破したことが伝えられているんだ。これに慌てたロシア軍は第2防衛ラインと第3防衛ラインの間に第 2.5 とされる防衛ラインを構築し、さらにこれまで東部ドンバス地方ルハンシク州及びドネツク州北部に展開しているロシア正規軍において、最精鋭部隊とも言われている第76新鋭空挺師団をトクマクからウクライナ軍に奪還された、ロボティネに至る戦線に移動させて配置したぜ。このロシア軍の第76新鋭空挺師団は、昨年のバフムート占領後に後方に配置され、再編を急ぎながらも予備戦力の後備えとして最前線の支えとなっていた部隊であったが、ロシア軍司令部は南部戦線のザポリージャ州におけるウクライナ軍の進撃を食い止めるためにこの精鋭部隊を配転したってわけだ。そのためかここ数週間はザポリージャ州の戦線からの情報が乏しくなっており、ウクライナ軍とロシア軍のどちらが優位とも判断がつかない一進一退の激戦が展開されている可能性があるとの見方が出ているな。その中で日本のとある軍事評論家が、ロシア軍の内部情報として次のような内容の作戦行動がメディアに流れたとしていて、その作戦行動とは9月4日、ロシア軍のゲラシモフ参謀総長は、トクマクの防御を犠牲にしてメリトポリとベルジャンスク防衛のためにロシア軍を温存したいと述べたとして、メリトポリでのロシアの防御を強化するため、ロシア軍をメリトポリに撤退させるというものなんだ。その上でこの軍事評論家はこの情報を要約するならば、ロシア軍は戦術的要衝であるトクマクから早々に撤退して、メリトポリとベルジャンスクの守りを固めるということだとした上で、この情報が漏れ伝わったことについては意図的な意味合いが強いとして、フェイク情報を流すことが常套手段であるロシア軍による罠である可能性が高いと指摘しているよ。そして、もしこれが罠であるならば、メリトポリ奪還を目指すウクライナ軍の第9軍団は手薄になったトクマクの奪還に全戦力を注ぐ動きに出ることが予想され、防衛ラインを強化して待ち構えているロシア軍の反撃を受けることによって、ウクライナ軍の反転攻勢作戦の主力がすり減らされる可能性があると指摘したみたい。ただ、このゲラシモフ参謀総長の発言については真実であることを裏付ける情報が皆無であり、その信憑性については定かではない上に、実際にザポリージャ州に展開しているロシア軍に何らかの動きが見られるとの報道も全くないことから、
そもそもゲラシモフ参謀総長が本当にフェイク情報を流したのかということさえも疑われているぜ。またこの軍事専門家は軍事作戦で最も難しいのは撤退作戦であり、敵に背を向けて逃げるということは、精神的な観点から見れば兵士は浮き足立ち、我先に逃げようとして部隊が瓦解する恐れがあると述べていて、敵に向かって攻撃するときは、銃口と攻撃方向が一致するが、撤退するときには、銃口と進む方向が反対であるため、銃口を敵に向けながら自分の後方に逃げなければならず、このように敵も逃げる方向も同時に見て行動することは非常に難しいとも述べて、ロシア軍がそのような困難の中をあえて撤退することは考えにくいというぜ。しかしながら、そのような状況は敵の存在を目視しながら撤退する場合であり、敵との距離がある中で部隊を撤退させる場合には、航空機による空爆や砲兵などの火力支援の下で移動するため当てはまらないと指摘する声があり、この軍事専門家の見解を疑問視する声が多いらしい。この軍事評論家はさらに、撤退するときに、最後まで敵に接して戦う部隊は、最も精鋭の部隊が担当するもので、撤退を実行する直前まで秘匿しておかなければ混乱が生じて、防御は簡単に瓦解してしまうため、守りの部隊には撤退を絶対に公表しないし漏らすこともないとしているけど、これは思考が軍事理論に則った正常な軍隊における考え方であり、昨年2月24日の侵略開始以来どう見ても正常とは思えない作戦行動を取り続けているロシア軍には当てはまらないと指摘する声も多いんだ。もし本当にロシア軍が撤退するとして、最前線の部隊に撤退を伝えないことは間違いとしても、しんがりに最精鋭部隊を配置して損害を出すことをせず、最前線には練り度の低い動員兵で編成された部隊を配置し、後方に脱走や投降を防げる特戦隊を配置した上で、真っ先に最精鋭部隊を撤退させるだろうとの見方が主流だな。また、今回の反転攻勢の攻撃軸の一つには、ドネツク州の南部を流れるモクリアリー川沿いにウクライナ海軍歩兵4個旅団が投入されていて、アゾフ海の港湾都市マリウポリやそのすぐ近くにあるヘルソン州ペルジャンシクの奪還を狙う攻撃軸を同時に展開させているため、ロシア軍が本当にザポリージャ州に展開させた第76新鋭空挺師団などの精鋭部隊をマリウポリやペルジャンシクの防衛に当たらせたとしても、ウクライナ軍ではやはり精鋭とされる海軍歩兵旅団に任せるのみで第9軍団への作戦指示は変わらないだろう。そして、もしロシア軍の罠にはまっていたとしても、第9軍団がトクマク近郊に迫った場合、反転攻勢作戦の進捗が遅れ間もなくぬかるみが発生して戦車などの移動が困難になるこの時期に、トクマク奪還を目指してさらに攻撃を仕掛けることなくトクマクを包囲したまま春を待つとの見方が大勢で、この軍事評論家が主張するようにウクライナ軍が戦力を消耗するような行動には出ないと見られているよね。また、トクマクにこだわらずアゾフ海に到達してロシア軍のクリミア半島への補給路を遮断すべきとの軍事評論家の主張に対しては、そこまでしなくとも最前線をトクマク近郊にまで進ませることができれば、クリミア半島のロシア軍を十分に追い詰めることができるとする見方が出ているよ。その理由としてウクライナ軍に、高機動ロケット砲システムハイマースや M207 などの、アメリカ製の多連装ロケット砲システムマースから発射可能な、射程 300km の短距離弾道ミサイルエイタクムスが供与されたことが大きいとされているな。ウクライナ軍にはこれまでにもイギリスとフランスから、射程 250km とされる航空機発射型巡航ミサイルストームシャドウ SCALPEG が供与されていて、最前線の遥か後方からロシア軍の兵站施設や補給路への攻撃が可能となっていたが、そこにエイタクムスが加わり、さらには射程 150km マースから発射可能な GLSDB 地上発射型小口径爆弾が間もなく供与されることになるぜ。これらは GPS 誘導によって目標を正確に破壊することができ、ロシア本土とクリミア半島を結ぶ陸の回廊を攻撃して遮断することができるため、ウクライナ軍が冬の訪れまでにアゾフ海に到達できなかったとしても、クリミア半島を兵糧攻めすることができるとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。
よかったら、チャンネル登録してね。10月に入りロシア軍の侵略を受けて2度目の冬を迎えようとしているウクライナでは、東部ドンバス地方ドネツク州においてロシア軍の攻勢が激しくなっているね。実際、州都ドネツクの北東にあるアウディーユカなどで激戦が続いているからな。うんうん。さて今回は、ウクライナにおけるロシア軍戦車の損害が急増している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ここに来てウクライナ国防省が発表する戦果報告の数字が大きく膨れ上がっていることが話題となっていて、2023年10月23日に発表された報告によると、2022年2月24日にロシア軍のウクライナ侵略が開始されて以降、ここまでのおよそ1年8ヶ月の間に戦車5093両、装甲戦闘車両9653両、自走榴弾砲や牽引式榴弾砲などの火砲7057門、多連装ロケット砲システムマース825機、ドローン5345機、航空機320機、ヘリコプター324機、艦艇20隻、潜水艦1隻、戦死傷者及び捕虜29万4700人としているよ。ウクライナ国防省の発表であるため水増しされていることは間違いないと見られているものの、ここ数日間にロシア軍に与えた損失が大きく膨れ上がっていることは事実とみなされていて、10月20日の発表では19日における戦果として1日で戦車を55両撃破したと伝えており、その他にもこの日に装甲戦闘車両120両と各種火砲29門に、兵士戦死傷者及び捕虜1380人捕虜含むとする戦果が報告され、数字の信憑性はともかくとして大規模な戦闘があったことが伝えられたんだ。イギリスのシンクタンク国際戦略研究所 IISS の発表によると、ロシア軍は侵攻開始前の2022年初頭の時点では正規軍全体で約3000両の戦車を現役配備していたとされ、それ以外にも予備として保管している旧式の戦車を含めると最大で1よろず200両もの戦車を保有していたと伝えられていたが、それらのうちの約半数がわずか2年足らずの間に失われたことになるというよ。また、アウディーユカでは戦車のみならず兵員装甲輸送車も多数が失われていて、新型の兵員装甲輸送車である BTR-82A もまたアウディーユカの戦闘においては19日の1日だけで13両が失われ、ロシア軍がウクライナ侵略を開始してからここまでの1年8ヶ月以上の間において、同種類の車両を1日で損失した例としては最悪のものとなっているね。BTR-82A はウクライナ軍が施設した地雷を踏んで車輪が損傷したり、横転したりして格座した後に精密な砲撃によって破壊されたとされ、破壊された13両が戦闘態勢にあったとするならば乗員及び歩兵がそれぞれ10人乗り込んでいた可能性があり、これら130人前後の兵士が無事に帰還できたかは不明だな。これらウクライナ側から発信されている情報では、ロシア軍が自軍兵士の命を軽視して無謀とも言える攻撃を実施していることを指摘していて、ポドリャク大統領府顧問は21日にロシア軍はアウディーユカ周辺において、過去1週間に推計で5000から6000人の兵士が戦死したとして、ロシアの目的はウクライナや西側諸国に心理的な圧迫効果をもたらし、自分は人的損害を気にせずに戦えると示すことだと指摘したぜ。英国防省は22日、ロシアによるウクライナ侵略が開始されて以降のロシア軍の死傷者数が、民間軍事会社ワグネルなどを除いた正規軍だけで24万から29万人に達したとの推計を明らかにしたよ。そしてこのうちの15万から19万人が死亡したか、もしくは戦闘に復帰できない重傷を負っているとして、それらの人数がここ最近のアウディーユカの戦闘によって急速に増えていることを指摘しているね。アメリカのシンクタンク戦争研究所もまた22日に、ロシア軍が19日から20日にかけてアウディーユカにおいて大攻勢に出たものの失敗したが、それにもかかわらず最前線の部隊に援軍を送り続けていることを指摘した上で、アウディーユカ近郊で大規模な攻勢を展開し、大きな損害を出してわずかなウクライナ領土を占領したとする分析を発表しているみたい。
また同研究所はロシアの軍事ブロガーの話を伝えていて、それによるとウクライナ軍はアウディーユカ周辺に地雷を敷設した上で、厳重に要塞化を進めたと指摘し、この状況がウクライナ軍によって6月初旬に開始された反転攻勢作戦において、南部ザポリージャ州の要衝トクマクを目指す攻撃軸においてロシロ軍の地雷原によって足止めされていた状況と似ているとしており、このことについてロシア軍はザポリージャ州で自らが地雷を多用した防衛線を構築してウクライナ軍を苦しめておきながら、同様に地雷を用いたウクライナ軍の防衛線に苦しめられていると指摘して嘲笑する声が上がっているぜ。ロシア軍はアウディーユカ攻略に際し、2個機械化旅団機甲旅団で人員は約8000人を投入したとも言われ、航空機による空爆支援を受けながら攻勢に出ていたと見られているが、ここまで紹介したように1週間ほどで兵員や兵器に多大な損害を出して戦況は膠着状態に陥っており、軍事専門家などの間ではロシア軍の継戦能力が大幅に低下していることが指摘されているな。ロシア軍ではこれまでも、兵員の損失を顧みない攻撃をある意味ドクトリンとしてきたのであるが、特にこのアウディーユカではそれが顕著に現れていて、それは昨年最大の激戦地とされたバフムートの日ではなく、もはや狂気としか表現のしようがないってわけだ。なぜロシア軍がこのような状況になってしまったかについては様々憶測が出ているんだけど、この10月に実施されたのは、プーチン大統領の誕生日が10月7日であるために、10月上旬か遅くとも10月末までに何らかの戦果を出すようにと、セルゲイ・ショイグ国防相あたりからの命令があったのではないか?との見方もあるみたい。プーチン大統領は、ウクライナにおいて東部ドンバス地方の親ロシア派武装勢力が建国を宣言した、ルハンシク人民共和国のルハンシク州と、ドネツク人民共和国のドネツク州の州境までを制圧することを最低限の目標として掲げていると伝わっているよ。そのために来年2024年3月に予定されているロシア大統領選挙に向けて、ルハンシク州とドネツク州の境界までロシア軍が占領したとする戦果を上げることが必須であり、そのことをショイグ国防相に言明したとしても不思議はないよね。プーチン氏は、10月5日にロシア南部のソチで開催されたバルダイ会議において、ウクライナとの戦闘に関して、ウクライナ軍の反転攻勢が始まった6月4日以来、ウクライナ軍は9万人以上の兵士や、557両の戦車、1900台近くの装甲車を失うなど大きな損害を出しており、反転攻勢は失敗していると主張したんだ。このプーチン大統領のウクライナ軍の損害についての発言が事実ではないことは明白であり、ウクライナ軍の反転攻勢のスピードは当初期待されたものではないものの、ロシア軍はザポリージャ州などでウクライナ軍の進軍を止めることはできておらず、ここまでは着実に成果を上げていると見られているぜ。ロシア軍は、東部戦線のアウディーユカという局地的な戦いにおいても、その攻略という目標を達成できていないばかりか、侵攻開始後においてこれまでにないほど短期間に多くの損失を出しているよな。つまりプーチン大統領が、掲げた目標を達成することができないとの都合の悪さをフェイク情報にすり替え、戦果を上げたように見せかけようとして象徴的な勝利としてアウディーユカ攻略を目指しているとする見方があり、それを広く喧伝することによってウクライナでの戦いにおいては、局地的な戦闘場面でも主導権を握っているとロシア国民に見せかけようとしているとの指摘が出ているみたい。それが真実であるとするならば、ロシア軍は来年3月まで現在のような兵員と装備を大量に損失する人海戦術を継続するものと思われ、ロシア軍に大損害を強いている要因である GPS 誘導の長射程ミサイルやロケット弾によってさらに兵員と装備を損失していくと見られているよ。アメリカでは移動する目標を攻撃可能な GPS 誘導ロケット弾の開発が進められていることから、この侵略戦争が長引くほど、さらにロシア軍の戦車が失われていくであろうとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。